こんにちは。韓国1日目ということで、今日はこれからマスクショップよりもなんか良品質のいいマスクが売っていると言われている、なんだっけ、バビファットみたいなところに行きたいと思います。向かっていきます。バビファットを見てから折り合いに行った方が最高ってことですね。よし、そうしましょう。やばい、食べたい。バビファットに着きました。イエーイ。では見ていきたいと思います。日本円で970円くらいだったので、目代わりの方が安いですね。やっぱリジュラン。え、どこで、リジュランの美容液もあのバビファットよりは目代わりの方が安かったんだけど、やっぱマスクショップはもっと安くって、どっちもこのクリームもマスクショップで買った方が目代わりよりも若干安いか同じくらいかなっていう感じです。私も買おうかな。再生クリームみたいな感じで、え、これですか。そうです。施術とかした後に、はいはい、治りが早いみたいな。そう、ちょっとダウンタイムの治りが。本当パック見ます。パックはやっぱり韓国の方が安くって、これ1枚170ウォンなんだけど、日本円で200円くらいだから全然こっちの方が安いかなっていう感じです。時刻は2時ですが、人がすごいです。あれ、マスクショップどっちですか。眠らない街ミョンドン。マスクショップに来ました。はい、やっていきたいと思います。また再び。あ、噂のこれありますよ。あの、なんか最近すごい流行ってますよね。本当に白くなるんですか。この薬局で買えるニキビのクリームたちもあの目代わりにあったけど、メラトーニングクリームだけなくて、金額もまあ同じぐらいって感じです。で、これは韓国の薬局で買えるニキビパッチで X で超バズってたから買ってみました。オリアンにはなかったです。これはテンスっていう、テンスかなっていう新しいブランドなんだけど、6番のリップがめっちゃ可愛くておすすめ。新しくなったオリーブヤングに入っていきたいと思います。景色って、はい、最後の爆買いです。どっから見てこっかな。上じゃなくても。で、このビタミンとか健康食品系はやっぱあの韓国の方が安いなっていう感じです。このディープウォーターもこっちの方が全然安かったです。で、この流行りのトリートメントも韓国の方が安くって、ポイントメイクとか化粧水は9点の方が安いかな。パックは断然韓国が安い。買ったものを紹介します。なんかね、化粧品あんま買わなくて、こういう系、あの9点で買っても高いよ系、これとか。これはね、もっといっぱい買ってたんだけど、友達にあげたり飲んだりして、あと2本、これもいっぱいあったんだけど弟にあげたりして、あと1個。で、これも10枚入りを買って、これも10枚入りを買って、これも10枚入り買って、これはなんか流行ってるから適当に買ってみたやつ で、リジュラン初めてクリームも買ってみた。で、いつものこのアンプル美容液買って、で、あとこれがなんかオリーブヤングでめっちゃ安くなってて、なんか大量買いしてる人がいっぱいいたから買ってみた。100、200円くらいだったかな、確か。で、これがあの噂のニキビパッチ、効き目がすごいやつで、これがメラトーニングクリーム、あのシミとか乾板とかなくすやつで、これがニキビあの直すやつで、あとあのニキビ跡直す、なんだっけあの名前、ちょっと名前忘れたけど、それも買いました。今ちょっとここにないけど、っていう感じです。